皆さんいつもありがとうございます。今回は皆さんにお詫びとご報告があります。人は生まれてすぐ腹横筋を鍛え始めるんです。赤ちゃんはまず泣きますよね。まず腹横筋を鍛えて体幹部を作ってから首が座り、寝返りをしたり、ハイハイをしたり、立ち上がったり、そういった段階を踏んでいきます。大人になるとなかなか体の気になる部位が変わらない原因は体幹部の低下なんです。ここがしっかり鍛えられてくると気になる部位の運動をしなくても変わってくるんですね。腹横筋を鍛えることからまた始め直してほしいんです。きつい動画や楽な動画、いろんな動画を私も載せてるんですけども、気持ちは全く変わらず少しでもいいからやってほしいんですね。3年ぐらい前に腰痛を引き起こし、今でも少しあります。運動をおろそかにした結果腰痛になり、薬を飲んで寝る日々が続いたり、病院には行ってませんが交通機関を使えば降りたくなる、お店でご飯を注文すれば届くまでに不安になりお店を出てしまう、そういったこともありました。お水を飲むだけで心臓がバクバクしてなぜか不安になってしまう、それぐらい腰が痛いせいでリラックスできない状態が続いてたんです。そこから運動メニューを少し軽くさせてもらって、皆さんに10秒でもいいから動画を見て動かずに消すだけでもいいからやってほしい、そういった気持ちがどんどん起きてきました。これならできましたっていうコメントが届き、運動が苦手な方でもこれならできたんだなっていうことを参考にさせてもらって次の動画を作るように考える日々が続いてます。ですがいつもコメントが絶えないのが、結局何をやったらいいんですかってとこなんです。気になる部位を変えるには何をしたらいいんですか、そういったコメントが動画の本数が増えるたびに届くようになりました。動画ではなかなか伝えれないなっていう自分が日々悩みでありました。もちろん動画を見ない人もたくさんいると思います。そこで今回気になる部位の根本を改善するメニュー、1日たったの14秒、本として出版することができました。これは本当に皆さんのおかげです。この本を手に取ってもらうことで動画を見なくても自分の体型が変えられる。今まで1500回以上投稿して動画を載せた中で誰にも伝えてないメニューで仕上げてます。体を変えるための本質、根本から改善するメニューを厳選した本になっていますので、10代から80代の男性と女性、幅広い方に手に取っていただいて体型や痛みの悩みを少しでも減らしてもらって人生をこれからも楽しく過ごしていただきたいです。これからも YouTube をアップしますが、本に載せてるメニューというのは本当に特別なメニューになってます。本日からご予約開始してますんで、よかったら手に取ってもらって、健康的な体の状態、1日14秒でいいので運動を習慣にしてもらって、これからも楽しく長生きしてください。最後になりますが、この動画を見てもらった方、よかったらコメントを一つでも残してもらえると、これから本を手にされる方、今までタートルフィットネスを見てもらった方、これから見られる方、参考になれますので、簡単な文章でもよろしいのでコメントを一つでも残してください。